愛媛県立松山西中等教育学校は愛媛県松山市にある県立中等教育学校愛媛県立松山西中等教育学校愛媛プリフェクチャラル松山ウエストセックアリースクール中学生にあたる1から3年生を前期生、高校生にあたる4から6年生を後期生と区別する運動会文化祭など6学年が合同で行う行事が多数ある 完全中高一貫教育を行う一体が中高一貫校。長期休暇中には、ステップアップゼミという補修が1から6年前員に行われ、土曜日には、サタデーサポートという補修が行われている。学校行事として、1年生の5月には、集団宿泊研修と題して、集団行動、集団生活について学び、3年生の2学期に、研修旅行として、 京阪新地方に2泊3日、2月頃に少年式という愛媛県独特の行事を行う。3年生になると、アチーブメントテストという高校入試を模したテストを行い、7割の成績を取ることができない場合は、不合格となり、不合格となったものの中で解、回10%のものは補修を受けることとなる。松山 M と西の W に生活モットー、エヴーシャイニングの を合わせたもの。黒色のブレザーを主としている。展示された巨大モザイクアート。マスコットキャラクター、ウェッピーを中心に、学校行事でのグループである、行運、青高し、銀霊、総流のイメージカラー4色が、それぞれのグループの紹介文のイメージに合わせた形でデザインされている。モザイクの一つ一つは、学校行事や修学旅行中の生徒や教員、 風景の写真計64,800枚で作られている。2013年度は松山西中等教育学校の前身となった松山西高等学校の創立40周年であったため40周年記念行事として様々な学校行事が例年よりも拡大して行われた。記念運動会では全校生徒による画用紙を用いた一文字が行われた。また、 記念文化祭では記念企画として中東7期生の有志を中心として企画され、全校生徒により制作された93メートルの巨大モザイクアートが本館西側の壁面に展示された。ありがとうございます。